い、皆さんこんにちは。はい、困った時の100番です。はい、日本台風すごいですね。すごいね。本当にね、この台風のね、すごさについてね、ちょっとね、今回ね、前から継承してたことなんだけど、ここまでやっぱ来ちゃったんだから、やっぱりそろそろね、日本の国、これは反省総制度、気象庁ね、解体して新しく進んでるんじゃないかってことも含めて、今回の台風被害のことをね、ちょっと話してみたいと思います。で、これを収録してる時点、まだ台風は、これは今日はいつだったかな、4日の日だ、ね、家賃を払われてたから覚えてるけど、はい、そんな感じで、もうね、これ放送するのは多分日本で6日とか7日だから過ぎちゃった話だけど、ちょっと聞いてほしいんだ。で、今関西のね、関空がもう壊滅的になっちゃったりとか、もう映画だよね。もうね、タンカーがもう盛り上げてるでしょうか、ね、これね、はっきり言って日本はね、明らかに対策ができたということで言ってみたいと思います。困った時の110番ね。でもさ、地震と違って、台風っていうのはこう進んでくるのが見えてるわけさ、なぜそれに対して対応しないのか。ね、だからね、問題なのは、地震も台風も防げないんだよ。防げないんだけど、今の中ではね。でも対応策は予期できないじゃん、いつ来るとか。でも台風って実は明らかに発生して近づいてくるから、なんか逃げるなりでもね、発生して近づいてくる時前に方針ができてなかったらダメなんだよ、結論的には。まあまあそうだけど、だからね、例えば関西の方のビルってすごく被害受けてさ、例えばさ、ビルの壁が壊れたってホテルとか、東京のホテル壊れないよね、絶対。そうだね、東京にある一流ホテルと関西の一流ホテルと全部比べてみるとどこがどう違うかって、出来上がった時とかね、だから東京の方はやっぱり壊れないようにできてるから、地震が来たとしても倒壊しない。あとさ、関西ってさ、やっぱ建物弱くない？弱い。前にさ、すごく昔に阪神淡路大震災の時に道路がゴンと落ちたりとか、あんなのないよね。だからさ、首都高速とさ、阪神の高速道路のさ、支柱の太さ比べれば分かるわけで、あれひどいもんだったよ。要するにロサンゼルスのもひどいけど、ね、それで大丈夫と思っちゃってるところあたりがいる。だから耐震構造っていうのはものすごく考えられてて、日本はね、昔東京で大きいビルが初めて建った時、霞ヶ関ビルってさ、あの時まだ36階制度だったんだけど、あれを建った時にその地震に対応できるっていう形の特別な構造で作ったんだ、京王プラザも何もそう。ところが関西の方はそういうような対策があんまりできてないの、ね、安倍のハルカスはしてるから。地震が来ると思ってなかったっていう、あれなんだ。阪神は特にそうだったね、まあ、東京とかさ、関東ってすぐ関東大震災が来る。だからさ、地震学者としてはさ、ここには活断層がないからね、地震は起きないとか、そんなバカなの言ってるわけだよね。活断層ってのは地震が起きた傷跡なの、ね、だからそれでその後さ、地震が起きて調べたら、あ、実は奥の方に活断層があったとか分かんない、分かんないって言って奥にだ、結局ね、関係ないんだよ。だから地震学って本当にね、ちょっと間違ってて、気象とね、同じに間違ってるの。だから今の台風が何で大型化するかっていうのを、またね、これ全部地球温暖化って結びつけちゃうのが大きな間違いで、地球温暖化ではないね。だって室戸台風とかね、伊勢湾台風の頃ってさ、やっぱりさ、地球温暖化なんか全然話題になってないでしょ。だけどすごいなった。ただすごい台風が来る条件っていうのはあって、要するに海水温が高くなった時は絶対そうなること当たり前の。その流れ、あと台風の質とね、あと問題は海流の流れが変わっちゃってるから、台風の通り道ができて、要するに温存されたままずっと上に来ると、だから暖流がすごく広がっちゃって、気圧になってその上を通ってきてる。だからあったかいんだよ。その研究とかはしないのかな、チームとか。だからね、だからね、そういうところの省庁が今の気象モデルでやってるからダメなんだよ。結局式を出されて、この式に当てはめてやりなさいと。例えばね、中学校とか、高校ぐらいの物理やるときにね、僕らが先にほら天文学やってる人間ってのはさ、積分とか微分できるわけだよ、そうするとあれ、運動量の法則ってこんなの微分で積分でやら簡単なんだけどな、なんで2分の 1AT 事情にしなきゃいけないんだろうとか思うわけ、こんなめんどくさいね、微分とか積分とか終わりなんだよ、ね、でも高校時代それやるとバスクラみたいな答えが合ってても、なんかレガルもあったでしょ、答えが合ってても微分してたらでもそれ使っちゃいけないって言うんだよね、2分の JT 以上使わなきゃいけないとかさ、これおかしいんだよ、間違いなの、だから日本っていろんな教育も含めて間違ったこといっぱいあるの。明日もちょっと話したいんだけどね、やっぱりそういう日教祖とかそういうのがさ、どうやってさ、日の丸とか国旗系っていうのね、あれしないかの問題もそうなんだけど、絶対そういうことを最初に、これちょっと違ったかな話やな、要するに論点が違ってるってことなんだよ。だから今大事なことっていうのは、この台風が風速60メートル以上になるってことは分かってたけど、ちょっと前からそうだよね、ずっと話題になってたよ ね。で、まず重要なのは60メートル以上になったらどういう災害が出るかってことが分かってるんだから、そのマキシマムの災害を考えた上で、国が例えば避難勧告、避難命令ね、をすればいいわけ。そうだよね、だから避難をさせなきゃいけないの、
ね、それと同時に会社も休ませなきゃいけない。いや、私会社がそんな日にだから会社はさ、被害がなかったらどうしてくれるんだ責任があって、そんな問題じゃないんだよ、うん、だから現実的に今あの今回のやつで要するにさ大停電でしょ、うん、避難が100万人トータルコータルで、うん、それとあと同時に、うん、あの電車が全部動かなくなって、うん、そのさ、被害ってさ社員に対して保証してくれるのかね。一番すごいのはさ、ピザの宅配便の、うん、宅急便の人さ空飛んじゃったんだから、バイクでマジでその人、うん、怪我しちゃうでしょ、だって。いやだからその考え方が ね問題で、例えばね、うちのね、例えばあの Facebook の友達とか佐賀塾の友達の人間も会社行って帰れなくなったらいっぱいいるわけ、うん、会社やっちゃいけない。そうだよね、もしそれで被害与えたらそれ逆に、うん、あの保証しなきゃいけないよね、その分ね、うん、いやだから学校も会社もやらないっていうのはさ、もう絶対条件だって。風速60メートル70メートルそんな時にピザの宅配させるバカがどこにいる、うん、まあそうなんだよ。だからさ、うん、そういうところも含めてね、あの勘違いしちゃいけないってことなの、うん、だから自分の住んでる土地が冠水にどのぐらい弱いかとかさ、うん、風にどのぐらい弱いかも考えて、ビルの中に入れてビルが地震のように揺れたって言うじゃん今回、うん、ね、マンションの、ね、家がねすごい地震のように揺れたと、うん、で屋根は飛んでっちゃうし、いろんなものがあってすごいでしょ。で今動画いっぱいあったけど車を横転するね風で、うん、動画とかいっぱい出てるよね。だから台風ってそれぐらいすごいね、木が根こそぎ持ってかれるなんて当たり前にあるわけ、ね、うん、だからこんなのは今日本には珍しいんだけど、例えばねモンスーン気候と言われてる台風のメッカなんかできてるモンスーンなんかでもっとすごいの、ね、よ、うん、だからそれこそもうヤシの木とかそういうのがさ根こそぎ持ってかれたりするような台風っていくらでもあるわけだから、ね、そろそろそういうことを考えた上で日本が対策ね、あとね日本だけじゃない、個人もそう、個人もね災害についてやっぱりお祭り騒ぎ的なことがあるから、うん、ね、人が死んだりねなんかしない限り分かってこないっていうのがね、その日本人のねバカさ加減なんだよね。私前さ水がいっぱいになってさ、うん、大丈夫大丈夫って胸までの高さの水来てようやく逃げた人がいたのか。そうだからね、あのはっきり言って年配の人たちが、私は死ぬのは子だからとかバカなこと言って、あのね、あなたが死ぬのは勝手だけど死んだら迷惑かかるんだよ、人にね、あの生きてる人間迷惑かかるのから、あの少なくともそういう死に方だけはしないでくれ、迷惑かかるよなってことになっちゃうんだよね。災害とかに対してさ、うん、みんななんかさ緩いというか大丈夫と思っちゃってるのかな。言っとくけどさ、まだ台風はあるんだよ、うん、これからも。ただね、あの問題なのは10月になった時の東京とか例えば関東東北の気温が何度かってことによって台風の進行とか台風のね最終的規模が変わるの、うん、ね、で今最終的にやっぱりまだ30度ぐらいのところもあるからさ、あの熱波のところもいっぱいあるわけだから、うん、台風がそんなに衰えないで来るってことは前提考えなきゃね。でも今回おそらく俺の予想、悲観的な俺の予想で、この台風が今年の台風の中で一番でっかい台風で、これより大きいのは多分来ないと思う、うん、でも多分来ないけど、今年はってことでしょ、うん、そうそうそう、発生したのことを考えなきゃね、うん、やっぱりね、あのその台風の、ね、災害っていうのは、ね、甚大です、はっきり言って。だから映画を見る限り、今回の見た時に本当に2012って映画 あの災害と同じだもんね、うん、竜巻も発生したらしいしね、で船がさやっぱのしかかってきちゃったりとかさ、もう考えてよみんな、その時にね会社もクソもないでしょ。そうだよ、だってさ帰れない時どうする、うん、車も行けないんで、バスも通ったら電車も通らないんだよ、どうしろってね、うん、で次の日も会社あんの。いやだから次の日会社行けないからどうしよう、6時で電車止まっちゃってるしっていっぱいかっこまったよ、うんうん、だけどそういう問題じゃなくて、それはね何でもいいの、要するに有給使うと何だろうと、うん、会社が運営できなくても休まなきゃいけないの。 そうね、そこでクビになったり減俸する会社はねやっぱりね、あの、うん、それはよっぽどおかしいわけだから、法的にちゃんと言われるんだよ、うんうん、やっぱりこんなねあの記録的なさ、もう歴史上の台風で、うん、さ、うん、それってさ近づいてきてるの、発生してる時点でどれぐらいの被害があるっていうか、そういうのが来てるよっていうのは分かってるわけだから、行かないっていうことはできるわけだからさ、940ヘクトパスカルとしようと、ね、の台、あの台風が上陸して風速60メートルから65メートル吹いてると、うん、ね、その風速60メートル65メートルって最瞬間最大風速ね、うん、どういう風かってことを話さなきゃいけない、ね、30メートルで、ね、要するに乗用車、車が横転するとか言われたりとかさ、うん、ね、要するに電信柱とかそういうのが倒れたりとか、木が抜けるって言われてるのが、うん、瞬間最大風速60メートルだよ、うん、直撃型の台風が来たらどうなるかってことを考えなきゃいけないんだよ。そんなのがちゃんと近づいてきてるのか分かってんだからね、うん、それはさみんなさ、だから気象モデルね、あの秋の長雨ってこれからいつあんの、梅雨はどうなったのって考えた時に、うん、前線の配置が全部変わっちゃってるから、もう梅雨とか秋の長雨っていう考え方もなくなってんだよ、それも分かんなきゃいけない、季節は全然違って、で冬は冬にね、あの真夏日を経験するとこあるでしょ、今回30度とか、うん、だけどあの6メートルか7メートルの雪を降るとこもあるってことだね。だから冬はあの、ね、30度とか氷点下30度とかで、ね、沖縄より東京の方が少なくなってることもあるんですね。日本の気候を真剣に考えないといけませんねということで、この辺
わります。はい、それではまた来週です。さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。